はいどうもこんにちは、スパイクマイスターのコメです。今回ですね、青森山田高校の練習グラウンドにお邪魔しまして、現役の高校生プレイヤーにスパイク選びのこだわりどしどし聞いていきたいと思います。今回インタビューさせていただくのはジャイラです。はい、現在試合用スパイクとして選んでいるスパイクはこちらのモリオネオ2ですかね。はい、こちら選んだ理由とかポイントとかありますか？最初友達に勧められてモナルシーダーを履いたんですけど、はい、まあ、モナルシーダーを履いていくうちに、まあ、一回モリリアンネオ2を履いてみたときに、まあ、すごい良くて、まあ、そこからずっとモリリアンネオ2にしました。あ、なるほど、はい、ちなみに前回の、まあ、去年の選手権の時には、はい、レビュラーを履かれたと思うんですけど、はい、レビュラーと比べてモリリアンネオ2どうですか、違いというか。まあ、その時初めてレビュラー履いたんですけど、はい、まあ、その時はもう崩れしちゃって。なるほど。まあ、モナルシーダーとモリリアンネオ2って結構形とか軽さとも結構似てて、それでまあモナルシーダーとも同じ感覚で履いてます。なるほど。さっき の, あの練習の時もモナルシーダーネオ、ネオ2ジャパンのオレンジですよね、はい、あれをまあ練習で履いて試合ではネオ2を履くというところで、そこのやっぱり履き心地というかフィット感というのはほぼ同じような感じで履けますか？同じだと自分は思ってます。お、自分が一番重視してるのはやっぱ軽さで、まあ、モナルシーダーもモリリアンのやつ相当軽くて自分のプレスタイルに合ってるかなって思います。なるほど。今回の練習、まあ、雪がかなり降ってて雪が積もった中でのまあ練習が多分冬場ずっと続くと思うんですけど、はい、その中でモナルシーダーとか丸ポイントというんですか、結構シンプルな丸スタッドじゃないですか。まあ、そうですね。雪の中でも問題なくいけますか？あ、はい、全然自分ずっとこのグラウンドでやってできて、はい、中学1年生の頃からずっとこのグラウンドでモナルシーダー、まあ、前ね、モリリアンのやつ履きながらやってるんですけど、まあ、本当に滑ったことっていうのは覚えてないんで多分ないと思うし、まあ、全然踏み込めるんで全然問題ないかな。あんまり雪の中でサッカーしたことない僕からするとですね、はい、その雪のグラウンドだとその取り替えとかを履かないといけないんじゃないかみたいなイメージがあったりするんですけど、はい、チームでその雪の中で取り替え履いてる子とかっていたりしますか？まあ、数名います。まあ、数名は、はい、でも何百人もいる中で数名って感じですか？まあ、そうですね、はい、じゃあ大体みんな固定のこのスタッドで普通にプレーしてるっていう。はい、そうですね、もうほとんどの人は固定です。おお、じゃああとはですね、スパイクを選ぶときにカラーリングのデザインをこだわったりとかしますか？も自分は赤が一番好きなのでモリリアンネオ2の黒赤っていうのは結構好きなカラーリングでした。全体が赤でこの辺がちょっと黒くなって。あ、そうです。 あれはじゃあ今試合用で。あ、はい、それ今履かせてもらってます。履いてる感じで。はい、でも、まあ、それは人工芝のグラウンドだったりで、天然芝だったらモリリアンネオ2の白、シンプルな白。あ、白のやつ、はい、で取り替えます。取り替えです。あの取り替えどうですか、実際使っていて。まあ、普通取り替えだったら、まあ、結構重いって感じる選手もいると思うし、う、まあ、現にチーム内でも取り替えが重いっていう、まあ、そういう話にもなったりするんですけど、モリリアンネオ2だと全然そういう重さとか、うん、そういうのもなくて本当に固定と同じくらいの重さ、プレーしてる時もあんまり気にせずに、うん、そこはできるんで、うん、本当に気に入ってます。今現在じゃあ何足ぐらいでスパイクローテーションされてますか？まあ、モナルシーダー2足と、はい、まあ、あとモリリアンネオ2が今3足あるんで、まあ、モリリアンネオ2をまあ主に履いて雨だったり、まあ、雪が降るとモナルシーダーやって、で、まあ、試合の時は、まあ、天然芝だったら取り替え式みたいな感じです。モリリアンネオ2にちょっと掘り下げるとですね、はい、水野とモリリア2っていう、まあ、フィット感に優れてもう一個こう、はい、あるじゃないですか、はい、そっちじゃなくてモリリアンネオ2を選んでるなんか理由とかポイントとかってありますか？実はモリリア2も、まあ、持ってて。あ、そうなんですね。あで、その、まあ、買って履いたんですけど、こっちの方が細長くて、で、まあ、モリリア2は履いて思ったのは結構踏み込んだ時に足がずれたりとか相当横にずれるなっていうのは感じました、自分の中で。だからモリリアのやつ、まあ、モナルシーダーなんですけどやっぱ結構細くて、で、まあ、自分の中では結構いいかなって、まあ、単純に思いました。足幅は広くないというか細めですかね、はい、で細身の足にネオ2とかモナルシーダーのスラッとした幅がぴったり合うという、はい、今までこうずっとサッカー続けてこられた中で、あの時のあのスパイクこうめっちゃ良かったなとか、あの試合で履いたスパイクが思い入れあるなみたいな、自分にとって印象的なスパイクってありますか？中学校2年生の頃に全国中学校サッカー大会に入った限定の緑のモナルシーダーだったんですけど。ああ、
緑のキシスポの限定だったら、あ、そうです、そうです。おー、あれ履いてたんだ、すげえ、はい、まあ、あれ履いて、はい、チャーコ2年生だったんですけど、その時、はい、まあ、決勝でゴール決めれたんで、なんかそれはすごい、もう思い出に残ったし、昔のスパイク思い出したら、まあ、そのスパイクが一番最初に出てきました。いやー、あの色、めっちゃなんか斬新だったね、水のスパイクにしたら、はいはい、まあ、山田のユニフォームも緑だったんで、あ、まあ、ちょうどその全国チャーコ坂大会の前にそのスパイク買うってなった時に、まあ、これがユニフォームにも欲しいかなみたいな感じで買って、まあ、よかったです。なるほど、はい、あの緑って赤のラインで、あ、そうです、はい、最後にですね、はい、これからの選手権に向けて意気込みをカメラに使って最後にお願いします。去年1年生として選手権経験させてもらって、まあ、先輩たちも優勝経験させてもらったんで、その経験を生かしてこの1年間頑張ってきたんで、2連覇目指して頑張りたいと思います。了解です。本日はありがとうございました。ありがとうございました。